その操舵室に入って窓から見ると高い左岸の断崖が眺められた。船はその断崖に沿って1時間ばかり潜り続けた。そして10時15分になるとダッシュに代わって艦長が自分で打輪を取った。行く手には真っ暗な深淵がぽっかりと口を開いている。その中にノーチラス号は悠々と艦首を向けて入っていったのだ。入ると同時にまるで万雷のとどろくようなものすごい響きが起こった。これは水準の高い航海の水が狭い地下水道を通って地中海へすさまじい勢いで押し流される音だった。このトンネルに入ると同時に船は全速力でスクリューを逆転させたが、それでも激流に乗って矢のように走った。まるで絶壁にかかった滝のような水流だった。その上狭い水路の両側面は船の強烈な単焦灯に照り映えて、火の筋光の島のように戦々ときらめき輝くのである。ちょっとでも運転を誤ればたちまち盤石の側壁に叩きつけられて、いかにノーチラス号といえども木っ端みじんになりはせぬかと恐れられた。私の胸はとどろいていた。その響きは間もなくピタリと止まった。まるで嘘のようにピタッと止んでしまったのである。時計を見ると10時35分を指していた。艦長はゆっくり打輪を離れると、アロン博士、今地中海に出ました。船はたった20分ばかりの間に地下の激流に乗って難なくスエズ地境をくぐり抜けてしまったのであった。内緒話。翌2月12日の夜明けとともに船は海面へ浮き上がった。私は急いで甲板に出てみた。南の方6キロばかりのところにエジプトの廃墟が見えた。確かに地中海に来ているのである。地底の急流は夜の間にノーチラス号を航海から地中海に運んでくれたのであった。7時ごろになってコンセルとネットの2人も上がってきた。おはようございます。先生、地中海の方はどうなりましたかね。ネットが皮肉のように口を曲げながら言った。ところが君、ここはその地中海なんだよ。え？ネットはもちろん、コンセルも慌てて辺りを見渡した。そして私の指さした南の方のエジプトの海岸に気がつくと、本当ですね。していつの間に？夕べのうちに？そうさ、たった20分ぐらいの間にスエズ地境をやすやすとくぐり抜けてしまったんだよ。へえ、そういえば。コンセルは思い出したように、なんだか夜中に雷のような音を聞きましたが、あの時だったんですね。そうだ、あの音は地下水道に海流がものすごく渦巻き流される時の音だったんだ。へえ。二人は顔を見合わせて感心していたが、驚いたもんですね。この艦長というのは一体どこまで海のことを知り尽くしているんだか、怖いような気がしますね。ネットは首を振りながら、いかにも感心したようにそう言って、さて急に声を低めて、ところで先生、ちょっと内緒話をしようじゃありませんか。なんだね一体。なんだと言われると困りますがね、私たちは今ヨーロッパの海に来ています。しかしこのままでいれば、またまた艦長の気の向くままに、北極の果てかなんかとんでもないところに連れて行かれるに決まってますわ。だからこの地中海にいる絶好の機会に船を逃げ出そうじゃありませんか。この辺ならどこへ逃げたって岸に着きさえすれば故郷に帰ることができますよ。もちろん私とてもいつまでもこうして海潜水艦に虜となって一生を終わるつもりはなかったけれど、しかしこの船と艦長のおかげで陸上にいては何年かかってもわからぬような海底の神秘を目の当たりに見、聞き、研究することができることだけはありがたく思っていた。だから私は世界中の海底を人当たり探検するまではノーチラス号を離れたいとは思っていなかった。二度とこんな機会があるだろうか。
今日までこのように海底を自由自在に探検した人があるだろうか。ネット君、遠慮なく言ってくれたまえ。もうこの船に乗っているのが飽きたんだね。ネットはちょっと黙って腕を組んでいたが、正直のところをわしもこの海底の珍しい旅を後悔しちゃいません。いろいろ面白いものを見せてもらって喜んでいます。が、もうこの辺で打ち切りにしてもいいと思いますね。もう間もなく終わるだろうよ。いつどこまで行ったらですか？そりゃわからないよ。けどもう半年も経てば、またなんとかいい機会があるかもしれない。しかし、それは果てのない先の話じゃありませんか。わしの言うのは現在の話をしているんです。今ここでのフランスがすぐそこにある地中海での話ですよ。わしはボートの下ろし方も知っていますよ。中に入って缶抜きを抜けば誰にも知られないで海面に浮かぶようになっているんです。だから真っ暗な夜中に海岸に近くちょうど船が浮いている時を狙ってやればきっと成功間違いなしですよ。なるほどね。じゃあその機会を狙ってくれたまえ。しかし失敗したらもうおしまいだよ。艦長だってそうなれば黙っていないだろうからね。いずれにしてもそんな絶好の機会なんかおそらくは来ないと思うね。艦長だってこの地中海じゃ十分用心するに決まっているから。さあ、いずれわかりますよ。ネットはすっかり決心しているらしく、言葉短にそう言った。けれどネットには気の毒だったけれど、私の予想通りにこちら都合は各国の汽船が盛んに行き来するうちに姿を見せないように、その後は海岸をずっと離れ、その上主に海の底ばかりを潜航したのだった。運ばれる近海、2月14日、船は海底深く沈んで止まっていた。ちょうど広間のガラス窓が開いていたので、甲板に出られない退屈を紛らすために、私は椅子を窓のところに持って行って飽きずに眺めていた。艦長もいつになく妙に黙り込んで、窓から窓へ歩きながら注意深く海の中の様子を気にしているらしかった。しかし私には何のことか一向にわからなかった。ただ珍しい魚のいることだけは確かだった。エジプト人が新魚として大切にし、この魚がナイル川に現れると、その年は豊作であると言われているクロダイの一種もいた。この魚は20センチぐらいで、海底で見ると弱い輪廻を放っていた。その他、ケイリンという骨張った鉛色と赤色の点々のある魚もいた。これは非常に味がいいということだ。それから小判いただきや、ギリシア人が廃魚としているアンシアルという魚もいた。この魚は薄赤のバラ色からシンクのルビー色に至るまでのあらゆる種類の赤い色で彩られ、実に見事なものだったと。この美しい魚の群れに見とれていた私は、突然思いがけぬものが目の前に現れたので、ぎょっとして椅子から立ち上がってしまった。それは私の見ていた窓の向こうの海の中に、不意に人間の姿が現れたのである。その男は腰に革袋をつけ、時々水面に浮かんではまた戻ってくるのだ。とにかく生きている人間の姿をこのガラス窓の向こうに見たのは初めてであったので、私は艦長を手招きすると咳き込んでいった。艦長、ナンパ船らしいですよ。人が溺れそうです。早く助けてやってください。艦長も急いで窓のところにやってきた。と水中の男は窓に近づいて、ガラスに顔を押し付けるようにして船の中を覗き込んだ。その息をこらえた顔のものすごさ、ガラス越しに見たので余計にすごく見えたのかもしれないが、私が思わず2、3歩下がって艦長の顔を見ると、なお驚いたことには、艦長はさもそれを待っていたかのように手を挙げて何か合図をしているではないか。そればかりか、潜ってきた男もガラス窓を向こうから叩くようにしてそれに応えた。そして息が切れたのか、すぐ海面へ浮かび上がっていった。
ったが、それっきりもう再び姿を見せなかった。私はしばらくはあっけに取られて、口も聞けなかった。すると館長はやっと思い出したように、私の方を振り向いて、ご心配はありません。あの男はエカスと言って、この辺で誰一人知らぬ者もない、豪胆な潜水夫ですよ。あの男は陸にいるよりか海にいる方が多いくらいなんです。お知り合いなんですか？ええ。館長は言葉短にそう言うと、広間の左舷の方にあった鉄の筆の前に行った。その筆の蓋にはこの館の名、つまりノーチラス号と書いてあるのはかねて知ってはいたが、一体その中に何が入っているのかは知らなかった。館長はその蓋を開いた。と、その中には目もまばゆいばかりの三千と光り輝く金の塊がぎっしり詰められているではないか。私ははっとして息をのんだ。どうしてどこからこんなにたくさんの金塊を集めたのだろう。それは全く驚くべき量の金塊である。しかし館長は、私の驚いているのも知らぬげに、その莫大な金塊を動かぬように詰め直し、丁寧に蓋をして、何やら宛名を書いた。その文字はギリシャ文字らしかった。それからベルを押して、四人ばかりの官員を呼び、それに室を担がせて部屋を出て行った。やがてその室が、はしごの上に上げられているらしい音がしてきた。あの金塊を外へ出すのだろうか。そう思っていると、またひょっくり館長が顔を出した。そして、アロン博士、失礼ですがちょっと差し支えがありますので、もうお休みになっていただきたいのですが。そう言ってまたどこかへ出て行ってしまった。私は言われたように自分の部屋に帰って、さて床に入ったものの、なかなか眠れるどころではなかった。あの水中の男は何者だろうか。館長とはどういう関係があるのだろうか。またあの金塊をどうするのだろうか。あの男と金塊とはどんなつながりがあるのだろうか。そんなことを考えているうちに、船は海底を離れて浮かび上がるらしい様子だった。続いてボートを出す音がして、すぐ静かになった。そのまま2時間ばかりもすると、またボートの帰ってくる音がし、船は再び海底深く沈んだようである。あの莫大な金塊が一体どこに運び出されたのであろうか。しかし結局、館長が言ってくれない限り、私たちにその秘密がわかるはずもなかった。熱湯の海、翌日広間で館長と顔を合わせたけれど、館長はそのことに触れるのを嫌がるように黙っていたので、私も聞きそびれてしまった。しかしそうしているうちに、どうしたことか急に部屋の中がムシムシと暑くなってきた。しまいには上着を着ていられないほどに暑くなってきたのだ。熱帯にいるわけでもなし、またもし熱帯にいたって今は潜水しているのだから、こうまで暑くなるはずはない。まさか船の中に火事でも起こったのじゃあるまいか。と部屋を出ようとすると、館長は壁の寒暖計を覗いて、42度ですなとつぶやいた。どうしたんでしょう、この暑さは。これ以上暑くなった日には焼け死んでしまいそうですね。なあに、嫌だったらいつでも避けられますよ、簡単に。とすると火事じゃないんですね。外の熱なんですか。そうですよ、今熱湯の流れの中を通過しているんです。まあご覧なさい。そう言いながら館長が窓を開けたのを見ると、ガラス窓の外の海はまるで煮え湯のように湧きたぎっていた。びっくりした私はうっかりその窓のガラスに触ってみて、飛び上がってしまった。そのガラスは火のように熱く焼けているのだった。どうしたんです、これは。海底火山ですよ。ここはサントリン火山島のすぐそばなんです。その海底火山の噴火で海の水がこんなに煮えたぎっているんです。ほう、この火山脈は盛んに活動しているんです。この辺では島ができたりなくなったりは始終のことですよ。私は注意して窓際に行ってみた。見ると、今まで白かった海の水は鉄潮のために赤く変わって余計にものすごかった。
そればかりか、この船には1ミリの隙間もないはずなのに、どこから入ってきたのか、火山特有の硫黄の匂いが部屋いっぱいに立ち込めてきて、その息苦しさといったらなかった。私はその身を焼くような暑さと硫黄の匂いとにすっかり参って、艦長、もうとても我慢ができません、何とかしてくださいと悲鳴を上げてしまったのである。承知しました。艦長は平然と答えて電気ボタンを押した。すぐ火事は変えられた。熱湯の海は間もなく抜け出した。そして10分の後にやっと浮かび上がった船の甲板に駆け上がり、私をはじめコンセルやネットたちは新鮮な冷たい空気を胸いっぱいに吸い込んだのだった。脱走。地中海にいる間、船は全速力で走り続けた。しかも海上に浮かぶのは方角もわからぬ真の闇の真夜中だけだったので、ついにネットが狙っている奪還の機会もなく、地中海の出口であるジブラルタル海峡を抜け、一気に大西洋に出てしまったのだった。大西洋に出るとやっと船は海面の航行を始めるようになった。ある日、船が海面を走っていたので、ネットとコンセルを連れて甲板へ出てみた。すると、はるか20キロぐらいの彼方に、イベリア半島の一部がぼんやりと霞んだように見えていた。この辺は強い南風が吹き、波も高くて、海面にいる船は木の葉のように揺れに揺れ、とてもそのまま甲板に立っていられなかったので、私たちは胸いっぱいに新しい潮風を吸い込むと、すぐ艦内へ降りてしまった。コンセルはすぐ自分の部屋に帰っていったが、ネットだけは何か言いたげに私の後ばかりつけていた。地中海の航海があまりに早く、しかもネットの狙っている隙がなかったのが、いかにも残念でたまらない顔つきだった。そして私の部屋に来ると、自分で扉をバタンと閉めて、じっと私の顔を見つめていた。ネット君、そんなに悔しがったってしようがないじゃないか。その気持ちはよくわかるけど。ネットはそれでも黙っていた。まあもうしばらく様子を見るんだね。船は今ポルトガルの沖を走っているんだから、まだ全然望みがなくなったというわけでもないんじゃないか。まだヨーロッパの近くにいるんだから。すると、ネットはまたじっと私の顔を見つめていたが、やがて口を切った。先生、実は今夜がいいと思うんです。今夜？私はそのあまりに急な話にびっくりした。機会を待てとおっしゃったでしょう。その機会がやっとやってきたんです。今夜、この分で行くと、船はイスパニアの海岸によほど近くまで行くはずです。ちょうど空は曇っているし、風もあります。約束ですよ、先生。私が黙っていると、ネットは私の耳に口をつけるようにして、コンセルさんにはもう言っておきましたよ。今夜の9時にとね。その時分には艦長も自分の部屋に入っているし、隊員にも見つけられる心配はありません。コンセルさんと私とが、中央橋後のところに待っています。先生は自分の部屋で合図を待っていてください。はいもマストも帆もボートの中にありますし、相当の食べ物も手に入れておきました。もう夜になるのを待つばかりなんです。海は荒れているが、どっちにしたって冒険はしなきゃなりませんよ。ボートは丈夫だし、風向きさえ良ければかえって好都合です。運が良ければ夜明けにはどこかの海岸に着くでしょうよ。生きて着くか死んで着くかは別として。では合図を待っていてください。ネットはそれだけ言うとさっさと部屋を出て行った。その後ろ姿を見送ってから
私は一人で迷ってしまったのである。私は広間に引き返すと羅針盤を調べてみた。それによるとどうやら船はポルトガルの海岸に沿って走っているらしかった。とするとともかく逃げる準備はしておかなければならない。しかし私は海底の珍しい記録を書きつけたノートしか持っていくものはなかった。私たちは裸でこの船に助けられたのだ。艦長は私たちの脱走をどう考えるだろうか。もし万一失敗した時には私たちを一体どういうふうに扱うだろうか。私としては艦長に何一つ不平を言えた義理ではなかった。そればかりか今こっそり抜け出すとは確かに恩知らずの仕業である。それが私には心苦しかった。もしや艦長の足音でもと思って耳を澄ましたけれど、艦長はどこにいるのか、あたりには何の物音もしない。そうしているうちに夕飯がいつものように運ばれてきた。だが今の私には胸がいっぱいでとても喉を通らなかった。私は部屋の中を行ったり来たりして少しでも気を落ち着けようとした。とどこかで時計がびっくりするような大きな音を立てて8時を打った。思わず身震いした私は急いで自分の部屋へ帰って、暖かい海底用の長靴、カワウソの帽子、アザラシの裏のついた海藻で折った街灯などを着込み、静かに足音を忍ばせて部屋を抜け出した。私は最後にもう一度だけ艦長の顔を見ておきたい気がした。できれば助けられてから今までのお礼を言って別れたかったのだけれど、そんなことはとてもできぬ相談である。それほどでなくとも、ただ一目会うだけでもいいのだが、いや、やっぱりダメだ。会えば会ったで私たちの計画はたちまち見破られてしまうに違いない。ちょっと会っておきたい。しかし会っては困る。そんな複雑な気持ちで私はまごまごしていたのだ。時計は9時に数分前だった。私はそっと艦長室の扉に耳をつけてみた。が艦長のいるらしい気配はなかった。ついに思い切ってそこを離れると、私は足音を注意しながらはしごに近いところに行った。そしてネットの合図を待っていたのである。金と銀の山と突然船のスクリューの音がピタリと止むと、それに続いてドシンというような軽い響きが伝わってきた。これは今までの経験から考えると、どうやら船が海底に止まった音のようである。そういえば船は海上に浮かんでいた時とは違っていつの間にか少しも揺れていなかった。船はいつの間に沈んでいたのだろうか。私はネットの計画を聞かされてからそのことばかりが気になって、船が先行しているのにも気づかなかったのだ。まさか海の底から逃げ出すことはできまい。私はますます不安になって、慌てて自分の部屋に引き返すと服装を普段のように直した。9時はもう過ぎていたが、ついにネットからの合図はなかった。と、そこでうろうろしていた私の前に、いきなり艦長が扉を開けて入ってきた。ああ、ここにいたのですか。え？私は、もしやネットが失敗して、見つけられてしまったのではないかと思ってぎょっとした。が、艦長は思ったより優しい調子で、あなたは、イスパニアの歴史をご存知ですか。そう言いながら椅子を引き寄せて腰を下ろした。さあ。私はまごついてすぐには返事ができなかった。イスパニアの歴史とネットの計画とが何か関わりがあるのであろうか。しかし艦長は一向構わずに話し出した。艦長はどうやら私たちの計画については何にも知っていないらしかった。ネットもうまくやってくれたに違いない。私はほっとしながら、やっと艦長の前の椅子に腰を下ろして聞き耳を立てた。アロン博士、西暦1712年の昔のことを思い出してください。その時、オランダ、オーストリア、イギリスの三国が同盟してイスパニアを攻めていたのをご存知でしょう。
しかしその時のイスパニアは陸軍も海軍もまるで問題にならぬほど弱かったのです。ただ金だけはありました。その上アメリカからたくさんの金銀を積んだ船が本国のイスパニアに宛てて送ってよこされたのです。そしてその船は伊豪湾に入りました。けれどこの時かねて狙っていたイギリスの艦隊に襲撃され大いに奮戦したものの戦いは思うようにはいきませんでした。それで金銀の財宝を敵の手に渡すよりはというので全部それを海の中に投げ込んでしまったという事実をご存知ですか？なるほど。そのことはかねてから本でも読んだことがあります。しかしそれが私にはなぜ艦長が突然こんなことを言い出したのかがわからなかった。博士、我々は今その問題の伊豪湾に来ているんですよ。果たしてその歴史が正しいかどうか、すぐ目の前にそれを確かめることができるんですよ。そう言って立ち上がった艦長は私を広間の窓のところに手招いた。で見るとガラス窓の外には船の探照灯の中にほぼ1キロぐらいにわたって海底がこうこうと照らし出されていて、その中に一目でそれとわかるノーチラス号独特の潜水服を着た7、8人の艦員が忙しそうに何かを拾っているのが見えた。私はなおもガラスに目をつけるようにして覗き見ると、その艦員たちが忙しそうに海底で拾っているものはなんと全部が全部金または銀の塊なのである。それらの金銀は海底探照灯の光を受けてキラキラと輝いていた。ばらまかれたように半ば砂にうつまっているもの、あるいは箱入りのままでその箱が腐ってこぼれ出しているもの、あるいは山のように積み上げられて魚の巣になっているもの、実に見事とも何とも言いようのない眺めであり、まるで海底に黄金の花園を見るようだった。目を皿のようにして見つめていた私はごくんと固い唾を飲んだ。これでわかった。いつか艦長が地中海で船から持ち出した金塊はきっとここで拾ったに違いない。艦長は熱心に見とれている私の肩に手を乗せると静かに口を開いた。ここの金塊はどのくらいあるか知っていますか？確か2億円とか聞いていましたが。そうです。ここにこういうものがあることは歴史によって人は知っているのですが、しかしただ陸の人には拾い上げる方法がないのです。海が非常に深いし流れは急であるし、それが私の船によるとご覧のように簡単にまるで遊んでいるような楽な仕事なのですからね。私はここばかりでなく海底に沈没して顧みられない船の中にある金銀珠玉の財宝を幾度も拾ったことがあります。拾おうと思えば実に簡単な仕事なのですからね。しかも無駄な宝を生かして使うわけです。なるほど、艦長の言われる通りです。ですが艦長はいつもこの船の中ばかりにいられるのに、生かして使うにも使いようがないじゃないですか。私はいつかの金塊がどこへ運び出されどういうふうに使われるのかをそれとなく聞いてみた。すると艦長は急に口を閉じてしまったが、やがてつぶやくように言ったのだった。おっしゃる通り、私には金銀珠玉も何の役にも立ちません。しかし私は世の中の悪い政治に苦しんでいる人の苦しみがよくわかるのです。その人たちに同情はしているつもりです。それだけ言うと急に自分が言い過ぎたのを後悔するように広間を出て行ってしまった。けれどもそれだけで私には先日の金塊が陸に上げられてからどういう人たちに行くのかが大体わかるような気がしたのだった。深夜の海底、翌19日の朝、ネットがこっそりと私の部屋へ入ってきた。その様子はいかにもがっかりしたといった風で、先生、
と言ったきりぼんやりと突っ立っている。うん、昨夜は運が悪かったね。まったくですよ。ちょうど出かけようとした途端にこの船のやつが海の底に止まってしまったんですからね。仕方がないさ。あの時艦長は銀行に用事があったんだよ。銀行？そうだよ。それとも金庫と言った方がいいかな。とにかく海底に銀行よりも安心な魚の番人のついた金庫があるってわけさ。私は昨夜見たことをなるべく詳しく話してやった。それもできるだけ面白く話してがっかりしているネットの気を引き立ててやろうとしたのだが、しかしネットはまだまだ残念そうに。そうでしたか。しかしこんなことで諦めちゃいけませんな。森を一本打ち損ねただけですよ。この次はうまくやります。もしうまくいったら今夜にでもやりましょう。そう言っているうちに船が海面へ浮かび上がった様子なので急いで甲板へ出てみた。もちろんネットも駆け上がってきた。しかし陸地らしいものはどこにも見えなかった。見渡す限り果てしもない水と空ばかりであった。畜生。ネットは地団駄踏んで手を振り回した。しかしいかにしても憧れの陸地はぽつりとも見えなかった。午後になって艦長室の海図を見るともう船は一番近い陸地から600キロも離れていることが分かった。これではいかに悔しがっても脱走など思いもよらぬことだった。このことをネットに知らせてやった時のネットの顔つきがいかにも残念そうな、いかにも無念そうな、いかに憤りに満ちたものだったかは皆さんにも十分にお分かりのことと思う。ただ私としてはさして残念でもなく、かえって心配のために胸をドキドキさせる肩の重荷を下ろしたようなほっとした気持ちだった。そして私がノートの整理を終わってさて寝ようかと思った時だった。もう夜中の11時だというのに珍しく艦長が私の部屋にやってきた。博士、一つ面白い旅行をやろうと思いますよ。いつでしたか海底へと案内したのは二度とも昼間でしたね。いかがですか今度は夜の散歩は。結構ですね。ぜひやってみたいですね。そうですか。けれど前もってお断りしたいのは道も楽じゃない上に険しい山もあり、いくらかの冒険も覚悟してください。構いません。ぜひお願いします。じゃあご案内しましょう。私と艦長は早速潜水服のある部屋に行った。そこにはコンセルもネットもまた他の艦員もいなかった。艦長はコンセルたちを連れて行こうとも言わなかった。そればかりか深夜の海底を行くというのに電灯がついていないのだ。艦長、この潜水服には電灯がついていないようですが、外は真っ暗なのじゃありませんか。私が注意したけれど艦長は、何、電灯はいりませんよ。そう言ったきりさっさと兜をかぶってしまった。仕方なしに私も兜をかぶった。そしてすっかり身支度ができると先の尖った杖を持たされて、いつものように船の外の海底に降り立った。その辺は270メートルもの深さがあったし、真夜中なので私の心配していた通り辺りは真っ暗だったが、艦長がその杖で刺した方を見ると、これはまた一体どうしたことか、4キロぐらいの向こうの海中にはメラメラと揺らぐ赤い火の柱が立っているのである。どうして海の中に火が燃えているのだろうか。海底都市。だんだん目が慣れてくると、その不思議な海中の火の光がこの辺りまでかすかながらに照らし出していて、歩くにはさほど不自由はしなくなった。しかし
そうしてしばらく歩いたと思うと、突然私たちの頭の上へバラバラと夕立のように激しい音を立てて降ってくるものがあった。はじめは本当の夕立かと思ったけれど、考えてみればこの海の底に夕立が降るわけはない。私は慌てて暗いあたりを見回したのだが、それが一体何なのかわからないうちに干潮がどんどん進んでいってしまった。私も仕方なく遅れないようについていった。そして30分ばかりも歩いたと思うと、今度は道が急に石ころだらけになってきた。私は暗い闇を通して一生懸命足元に注意しながら進んでいった。足元の貝殻は時々気味悪くピカリピカリと光った。そして一面に生い茂ってきた海藻はたださえ危なっかしい足元に絡みついて、私たちは幾度足を取られて転びそうになったか知れなかった。私たちは用意してきた鉄の杖を頼りに進み続けた。杖にすがって振り返ってみると、船の探照灯の光はよほど遠くなってきた。と同時に私たちの行く手に上がる赤い火口はいよいよ盛んに燃え上がって、そのためにあたりは進むにつれて次第に明るくなってくるのだった。海中に上がる火の手は一体何を示しているのだろうか。電気の作用が起こる稲妻だろうか、それとも何か恐ろしい大自然の豪華であろうか。人間の手によって起こされている火と光だろうか、それともここがノーチラス号の国であって非常に科学の進んだ科学者が住んでいるのであろうか。私は杖を頼りに一心にその燃え上がる火を見つめて進みながら、いろいろなことを考えたり想像したりしていた。海底はますます明るくなってきた。と気がつくと、私たちの目指して行く前の方には高さ300メートルくらいの海の中の山があった。その頂から五光のような光が差しているのだと分かった。そしてこの激しい光を出すものはその山の向こう側にあるらしかった。道は相変わらず石ころだらけで険しかった。しかし艦長はもう何度もここに来ているらしく、少しも疲れた様子も見せないで元気いっぱいにその険しい道を進んでいった。私もその海藻や貝類に覆われた歩きにくい道を休む暇もなく進んでいった。ただ不思議に思われるのは、あるところでは確かに人の手で作られたに違いないと思われる広場があり、またあるところには長い広いトンネルなどができていたりした。私はついその辺に人間が住んでいて、今にもひょいっと出てきそうな気がしてしようがなかった。船を出てから2時間ばかりもした頃、30メートルぐらいの小高い山の頂が見えたが、その山の頂に燃えている火口は高校としてまばゆいばかりだった。そしてそのあたりには石のようになった樹木の茂みがあちこちにあり、いろいろの魚がその樹木の梢や幹の間を小鳥のように泳ぎ回っていた。またすぐそばに開いている巨大な洞穴の中からは恐ろしい野獣のうなり声が聞こえてくるような気がして、その度に目を見張ったりぎょっと肝を冷やしたりした。艦長はなおも進んでいった。そして小高い海底の丘の上に立った艦長が杖で刺すままに河口の中に繰り広げられた海底のありさまを眺め見た私は、今度こそあっとばかりに厚いガラスをつけた兜の中で驚きの声を上げてしまったのだ。そこには実に想像もできなかった光景が展開されていたのである。私の目の前に見る絵のような廃墟は決して自然の手で作られたものではなく、一点の疑いもなく人間の手で作られたものであった。その石垣、その道路、
堅固な城壁や壮大な寺院、それらは苔ならぬ貝類に覆われ、鶴草ならぬ海藻類に絡まれてはいたが、確かに文化を持った人間の手によって作られたものであった。その大都市は大地震のために一夜にして海底深く陥没してしまったものらしかった。一体ここは地球のどこであろう。この巨大な石や岩を自由に使って大都市を作ったものは誰であろうか。私は歩き出そうとする館長の腕を取って、もっともっとよく観察しようとした。しかし館長は首を振って、もっと上へというように上の方を指さし、どんどん登っていくのだった。2、3分して私たちはその小高い丘の頂上に登った。なるほど、そこには10メートル四方ぐらいの平らな土地があって、辺りの様子がもっとよく一目に見渡すことができる展望台のようになっていた。そして私たちの登ってきた反対側は、下一面がまるで火の海になっていた。火山だ。私は目を皿のようにしながら兜の中でつぶやいた。いかにも私たちは今海底の火山の噴火口を覗いているのだ。あの海底に立つ火柱はこの火山の繁栄だったのだ。海底の火山は地上の火山よりもなお一層ものすごかった。すさまじい音を立てて雨のように降っている土や石の中に、噴火口からは溶岩が20メートルぐらいの高さに噴出していた。火炎は見えなかったけれど、白熱された溶岩が噴出して海水に触れると同時に大爆発のような激しい音を立てて、水蒸気に変わって跳ね上がる。それは水と火の戦いだった。沸騰する球腸はガスをまき散らし、溶岩流はその海底を火の玉のように駆け回る。そのものすごさ、すさまじさ、私はしばらくは呆然としてこの水と火の戦いに見とれていた。そしてやっと気がついたように、足の下に広がる都市の残骸を見回した。その都市はおそらくこの火山の大噴火の時に壊されたものらしく、屋根は落ち、壁や柱は崩れ、塔は倒れて見る影もなかったけれど、その昔にはおそらく世界第一を誇ったものであろうことはよく分かった。都ばかりか、その昔は何十何百という船でにぎわったであろうと思われる港の跡もはっきりと残っていた。館長はここを私に見せようとして誘ったのであろう。だがこの海底都市はどこなのであろう。私が手真似で話しかけようとすると、館長はそれを押しとどめながら足元の石を拾って岩壁に何かを書いた。アトランティス。その文字を見た時の私は再びあっと息を呑んでしまったのだ。アトランティス、アトランティス。それは大昔に確かにあったと言われながら、今日の地球上には何も残っていない消え去った国の名であった。この国がこの海底に誰にも知られずに静かに寝ていようとは。私は山のふもとを行ったり来たりして、数万年前の人間の作った城壁に手を触れてみ、数万年前の人類の作った道を歩き回ってみた。ちょうどその時、遅い月が上がってきたらしく、深い海中を通してこの辺りまで青白い光が差し込んできた。その青ざめた光の中に照らし出された琴の姿は、私たちの胸を強く強く打ったのだった。館長はようやく立ち上がった。そして私を手招きすると山を降り始めた。帰りは思ったより楽に早かった。化石の森を過ぎ、火山岩の道を通り抜けると、もうノーチラス号の探照灯の光が星のように輝いていた。海底の炭鉱。翌日、
私が目を覚ましたのはもうお昼に近かった。深夜の海底散歩ですっかり疲れてしまっていたらしい。船は相変わらず南へ南へと向かって20ノットの速力で走り続けていた。私はコンセルとネットの2人に昨夜の珍しい話をしてやっただけで、その日はすることもなく暮れてしまった。そのあくる2月21日、目が覚めてみると船は海面へ浮かんでいるようだった。しかしハッチから甲板へ出てみたが、朝だというのに辺りは鼻をつままれてもわからぬほどに真っ暗だった。おや、こんな真っ暗なはずはないが、と思っているとついそばで声がした。アロン博士じゃありませんか。え、ああ、艦長ですか。一体どこなんですか、ここは。ここは地下ですよ。え、地下ですって。船はやっぱり浮いているんですか。浮いていますよ、いつだって。私には一向様子がわからなかった。すると艦長は、まあちょっと待ってください、今探照灯をつけますから、と下に降りていったようだった。私はじっと甲板に立って待っていた。あたりは全然真っ暗だったけれど、注意して見回していると、はるか上の方にかすかな光の差しているのが分かった。と探照灯がつけられて急にあたりが明るくなった。その光で見ると、今船は四方を岸壁で取り囲まれた湖のようなところに浮いているのだった。その湖の直径は4キロぐらい、周囲は12キロぐらいはあった。まるで海の上に浮いている船を大きなお椀で伏せたような格好だった。妙なところに入り込んだものですね。ここはある噴火山の噴出した跡なんですよ。外の海上から見ると立派な噴火山なんですが、その実中はご覧のように空っぽなんです。海面から10メートルほど下のところに横穴があって、この船なら自由に出たり入ったりすることができるんです。だからここに入っていればどんな大嵐でも平気というわけです。なるほど、あの頂上に穴が開いているようですね。そうです、あれは噴火口の跡ですよ。昔はこの中にいっぱい溶岩が詰まっていたんでしょうが、それがあの噴火口から噴出してしまって、今は逆に空気を入れる空気穴になっています。何のための避難所なんですか。この船には避難なんていらないのではないですか。それとも夕べのうちにここに避難しなければならんことでも起こったんでしょうか。おっしゃる通り、避難する必要はありませんけれど、ノーチラス号にしたって石炭が有用なのです。そしてここがその炭鉱なのですよ。ここには大昔の大森林が埋没され、炭化されて非常に質のいい石炭がいっぱいあるのです。だからここを通るたびにこの石炭を掘っていくことにしています。ほう、この海底に炭鉱まであるとは知りませんでした。その石炭を掘るところを見てもいいでしょうね。そりゃ構いませんが、しかし今度必要な分はもう掘ってしまいましたよ。ただ夕方まではここにいますから、湖水巡りをされるんでしたらどうぞ。ありがとう。私は早速コンセルとネットを呼んできた。二人は今この船が山の懐にいるのだと聞いてびっくりして辺りを見回していたが、ありがたい、また陸地が踏めますね。コンセルがしみじみと言った。しかしネットは、こりゃ地の上じゃなくて地の底だよ、と吐き出すように言って、それでもどこかに逃げ道はないかと目を皿のようにしていた。10時ごろに船を降りて、まず絶壁を登り始めた。が、登るに従っていよいよ険しく、10メートルばかり登って、溶岩の脈がアスファルトのように光っているあたりまで来ると、それから先はどうにも登れなくなってしまったのだ。それでそのままぐるっと中腹巡りをすることにした。その辺の岩の裂け目には懐かしい植物がちらほら目についた。
しかし小さい噴火口からだけしか刺さぬ火のために草花は色もかも艶もあせていた。幾株かの菊が心細げに咲いていたけれども、岩の間に咲いているスミレを見つけた時は、私は思わず駆け寄って胸いっぱいにその匂いを吸い込んだ。海藻にはとても考えられない懐かしい柔らかい甘い匂いだった。私はそのスミレを丁寧に折って胸のポケットにしまった。は、蜂、蜂の巣があるぞ、蜂の巣が。ネットが大発見のように叫んだ。そしてせわしく辺りを飛び回って枯れ枝、枯れ葉、それに硫黄を拾ってきて火をつけた。この煙攻めは大成功だった。蜂は間もなく全部どこかへ退却してしまって、たんまりと蜂蜜をせしめることができた。ネットはそれでやっといくらか満足したように、こいつをパンの木の実につけたらとてもたまらないんだが、と舌なめずりしながら言っていた。最後に船に帰るために渚に降りると、その辺の砂浜には海水晶という草花がまるで美しい敷物を敷いたように咲き乱れていた。コンセルはそれを一生懸命に摘んで花束をこしらえていた。私たちは艦長に呼び戻されて船に帰ったのだが、とにかく翌朝になって目を覚ましてみると、いつの間に海底の炭鉱を抜け出したのか、船はまたも大西洋の波の下を全速力で走っていたのだった。14,000メートル。その日、つまり3月の21日は、船は一日中母海の中を航海していた。母海というのはその名のように海中一面にわたって本田原を主とするさまざまな海藻がびっしりと密生しているのである。しかもその密生している海藻のために、この中を航海する船はスクリューを絡まれたり舵を取られたりして、とんでもないひどい目に遭うことがしばしばあるということだった。それで船乗りたちに恐れられてめったに近づかぬと言われているその母海の真っただ中に、私たちは平気で乗り込んでいった。そして広間のガラス窓から人に知られていない魔の母海のありさま、それからその藻を絵としている大小さまざまな魚たちの生活のさまざまをいちいちはっきりと見ることができた。これは私にとっては思いもかけなかったありがたいことだったが、母海はその日一日だけで終わり、次の日にはもう普通の海になった。そしてその後、2月23日から3月12日までの19日間、船は一日に600キロの割合で大西洋を走り続けていた。艦長は南アメリカの南端ホーン岬を回って太平洋に出るつもりではないかと思われたけれど、いずれにしてもこの大海原の真ん中の島影一つ見えないところをひた走りに走っているのだから、いかにネットが地団打踏んでも当分は船を抜け出すなどということは思いもよらないことだった。ネットも諦めたようにおとなしくしていたし、その19日間というものは退屈するような静かな日が続いた。ただその間、時折アフリカの南端喜望峰を回るらしい帆船の帆影がたまに見られたくらいで、汽船らしいものすら見られなかった。またあの時はこのノーチラス号を大きなクジラと見間違ったのか、2、3艘の捕鯨船が夢中になって追いかけてきたが、艦長はその無駄な追跡をやめさせるためにすぐ船を潜航させてしまったので、
その捕鯨船がどこの国のものだかもわからなかった。そして3月の13日、その日は南緯45度37分、西経37度53分のところに止まっていた。ここは大西洋でも最も深いところとして有名だった。ある測量船は1万2000メートルまで測ったけれど、それでも海底に届かなかったということである。と艦長が入ってきて、私の肩を静かに叩いた。アロン博士、しばらく何事もなかったので、すっかり退屈されたでしょう。いやいや、毎日海の景色が変わるので、そればかり見ていましたよ。そうですか。それはそうと、この辺の深さをご存知ですか？さあ、非常に深いということは知っていますが、一体どのくらいあるかは知りませんね。じゃあ一つ、この船で行かれるだけ行ってみましょうか。艦長はそう言うと、ボタンを押して命令を下した。と同時に、今まで静かだった船は急にスクリューを全速力で回転しだした。船はしっかりと張り渡された鋼鉄線の震えるような音を立て、艦首を下に向けぐんぐん沈んでいった。広間の窓から外を見ていると、まるで大爆風の中を墜落していくようなものすごさだった。海の底をめがけて矢のように突進し、やがて1万2000メートルの深みに達した時に、やっと海底からそびえている山の頂上が見えてきた。しかもその山は富士山のような高い山のようだった。これからその麓まで一体どのくらいあるのであろう。思えば恐ろしいほどの深さである。船はこの深海の強大な圧力にもめげず、なおも潜航していった。船の鋼鉄板は震え、梁は歪み、壁は不気味な音を立ててきしみ、広間の窓ガラスは今にもぐにゃりと雨のように曲がりそうであった。これがノーチラス号でなかったならば、遠の昔にぺしゃんこに押しつぶされていたであろう。船は岩山に沿って沈んでいったが、もうその辺には動物はもちろん海藻らしいものの姿もなかった。船はついに1万4000メートルの深みにあった大地に止まった。その時の船の表面には1600気圧という大圧力を受けていたのであった。1万4000メートル。私は震度計の針を見てびっくりして叫んだ。今日まで人間の来たことのない深海の底なのである。しかしそれにも増して私の目を驚かしたのは、窓の外の異様な光景だった。巨大な岩、磨き立てたような絶壁、遠く近く見える海底山脈、黒光りのする岩、海底単焦灯の光を受けてギラギラと輝く砂丘。私は窓に顔をすりつけるようにして外を眺めては、ただ簡単の声を上げていた。地球上の人間が初めて見るそのありさまを、私はしっかりと目の底に覚え込もうとした。すると艦長は、とにかく珍しい眺めですな、一つ記念に写真を撮っておきましょう。そう言って艦員の持ってきた精巧な海底写真機で幾枚かを撮った。さあもう浮き上がりましょう。艦長は時計を見ながらそう言うと、いかに頑丈なノーチラス号でもこんなところに長く置くのはよくありませんからね。さあしっかり捕まっていてください。そのしっかり捕まっていてくださいというのは何のことかと不思議に思ったけれど、すぐその意味が分かった。というのは、私は突き倒されたように広間の海藻で折った柔らかい絨毯の上にひっくり返ってしまったからである。艦長の命令一下、船は下りにも増した矢のような超速力で浮き上がったのだ。実に恐ろしい速さだった。ものの5分となったか立たぬ間に、船は1万4000メートルを突破して、その上勢い余って
って海面から飛び魚のように飛び出し、大きな水柱を立ててまた海面に落下したというありさまだった。マッコウクジラ、3月13日の夕方から14日の朝にかけてノーチラス号は南へ南へと走り続けていた。私は南アメリカの南端を回って太平洋に入り、やがて最初の出発点である日本近海にまで行って世界一周を航海するのだろうと思っていたのだが、ホーン岬が右手にかすかに見えるところまで来てもそのままやはり南へ南へ進んでいくのだった。どこへ行くつもりなのだろうか。南極へ。私はハッとした。そしてネットがこの船を抜け出したがっている気持ちがわかるような気がしたのだった。この船はまるで幽霊船のように行く先のあてもなく広い世界の海を艦長の気の向くままに走り続けているのだ。14日の朝、コンセルとネットの2人が突然そろって私の部屋にやってきた。2人は何か長いこと相談し合ってきたような顔つきをしている。先生、この船の艦員は何人ぐらいいるんでしょうかね。こういう電気仕掛けの船ですから大した人数はいらんと思うのですが、10人もいれば十分でしょうに、とネットが何食わぬ顔つきで話し出した。どうしてだね。私は二人の顔を見比べながら聞き返したが、ネットの気持ちはすぐ分かった。ネットはもしこの船を抜け出すことができなければこの船の艦員全部をやっつけてもという気を起こしたに違いない。それで私は、この船には思ったより大勢の人が乗っているかもしれないよ、と言った。すると今度はコンセルが、そうかもしれませんですね。とにかく相当たくさんの乗組員がいるようです。先生は幾人ぐらいと思われますか？どうして計算するんだね。先生には船の大きさがお分かりでしょう。そうしますと船の中の空気がどのくらいあるかも分かります。そして一人が1時間にどれだけの空気がいるのかが分かり、24時間ごとに浮き上がって空気を入れ替えなければならないとすると、なるほどね。しかしその方法ではごくざっとのことしか分からないよ。人間一人が1時間には約100リットルの空気の中の酸素がいると言われている。だから1日には一人で2400リットルだ。ところでこの船は1100トンだから1トンにつき1000リットルの空気とすれば全体で1500キロリットル。その1500キロリットルを1日一人の2400リットルで割ると答えは625となるね。だからつまりこの船の中の空気は625人の人間が24時間だけ呼吸していられるわけだよ。へえ、625人。ネットはがっかりしたように首を振って何度もつぶやいていた。しかし実際はその10分の1より少ないかもしれないよ。それにしても50人ですね。多すぎます。こっちはたった3人ですからね。コンセルがネットの顔を横目で見ながらつぶやくように言った。ネットは頭を振りながらそのまま黙って部屋を出て行ってしまった。それを見送りながらコンセルは私の耳元で、ネットさんはここに閉じ込められたような船の毎日が嫌で嫌でしょうがないらしいんですよ、とささやいた。全く森打ちをやっていたネットにとっては毎日が退屈でたまらなかったのであろう。がその日の午前10時ごろになってやっとネットが喜ぶような事件が起こった。というのは、船がちょうど海面を航行している時クジラの大群と行き合ったからである。甲板に上がってぼんやり海を見ていたネットが商売柄誰よりも早く東の方に浮きつ沈みつしているクジラの群れを発見したのだった。あ、クジラだぞ。畜生、このわしが
捕鯨船に乗っていたらな。ネット君、昔のクジラ捕りのことがまだ忘れられないらしいね。私が慰めるように言うと。忘れられるもんですかい。あんな愉快な商売が他にあるもんですか。そう言っていたが、急いで船の中へ駆け降りていった。そして艦長を連れまた上がってきた。艦長もその2キロぐらい向こうのクジラの群れを眺めて。なるほど、大したクジラですな。艦長、クジラ捕りを許していただけませんか。ネットがすぐ頼み込んだ。何のためにですか。ただ殺すためにですか。でも航海ではジュゴンを取らせてくれたじゃありませんか。あの時は新しい肉を取るために許したのです。しかしここでは殺すために殺すのでしょう。害もしないのにただ殺すというのはよくありません。ネットはムッとしたように嫌な顔をすると、私たちに背中を向けてしまった。そしてポケットに両手を突っ込んでピーピー口笛ばかり吹いている。そんなことにはまるで構わぬように、艦長は沖のクジラの群れを眺めていたが、やがて私の方を振り向いて、あのクジラたちは間もなく大戦争ですよ。空、風下の方に真っ黒いものが見えるでしょう。あれがマッコウクジラの大群です。あれは実に凶暴な奴らだ。あれなら全滅させても構いません。この言葉を聞くと、ネットがまた振り向いた。そして、艦長、じゃあそっちをやっつけますか？なあに、そんな冒険をすることはありませんよ。この船がやっつけてやります。この船の先は、ネット君の森ぐらいの役には立ちますからね。私はいつかのこの船の鋭い先端で大穴を開けられた鋼鉄の汽船のことを思い出した。艦長はなおも続けて、あんな嫌なやつはありませんよ。どう猛でとても同情が持てません。マッコウクジラというやつは口と歯ばかりなんですからね。口と歯、こんなにはっきりした言葉はなかった。時には20メートルもあるマッコウクジラのその3分の1は巨大な頭なのだ。その上、他のクジラと違って25の大きな歯を持っている。そればかりか左と右の格好も違った気味の悪いもので、右の目だけしか使えないのも妙である。ノーチラス号はすぐ潜水にかかった。そして艦長が自分で舵を取り、私たちは広間の窓のところに椅子を置いて固唾を飲んで見守っていた。間もなく私たちはクジラとマッコウクジラの戦闘の真っただ中に飛び込んだ。なんという凄惨な戦いだろう。船全体はまるで艦長の手に握られた剣のように振り回された。その鋭い切っ先は荒れ狂うマッコウクジラの大群の中を肉をつんざき、骨をへし折って縦横無尽になぎ回ったのだ。一頭をやっつけたかと思うと、返す手で一頭をほふり、瞬く間に五六頭を血祭りにあげた。真っ赤な血潮は海中を染め、静かだった海は一大修羅場と化してしまったのだ。時には10、20と固まったマッコウクジラが、クジラをそっちのけで一斉にノーチラス号に襲いかかってくることもあった。その度にガラス一枚の向こうにはものすごい歯の植わった大きな口と怒りのためにランランと輝いた目が悪鬼のようにぶつかってくるのだ。しかしこの船にかかってはまるで問題にならなかった。あるいは空中に跳ね飛ばされ、あるいは海面へ追い上げられて、1時間ばかりのうちに一頭残らずやっつけてしまったのである。船は悠々と海面へ浮かび上がった。私たちはハッチの開くのを待ちかねて甲板へ飛び出してみた。海面には折り重なって漂う無数のマッコウクジラの死骸、真っ赤に染まった血の海の中に白い腹をひっくり返し、昆布だらけになった死体がルイルイと浮かんでいる。それは目も当てられないありさまだった。ネット君、いかがです。艦長が言った。立派な
大手前ですな。しかし私も目が回りましたよ。私はネットが何か乱暴なことを言い出しはしまいかとハラハラしていたが、その時はやっとそれだけで済んだ。しかしそれ以来、ネットは艦長に対してますます激しい敵意を抱いてきたようであった。これは私もかねてから心配していたことだったが、氷山また氷山、ノーチラス号はその舵をぴったりと南に向けて走り続けていた。いよいよ南極に行くのであろうか。それにもう季節が悪かった。この辺の3月13日は日本やフランスのある北半球の9月13日に相当しているのだ。こんな時分に果たして南極に行くのだろうか。14日南緯55度のあたりで初めて流氷が見えた。続いて間もなく南の水平線上に氷山の群れが見え出してきた。緑色の島の入った氷山、紫水晶のように輝く氷山、大理石で作られたような氷山、そして南に行くにつれてその氷山は大きくなり数も増してくるのだった。艦長は大氷山と大氷山との間の狭い水路を見つけては巧みに通り抜けていった。ある時は私たちが通り抜けるとほとんど同時に大然たる大音響を立てて大氷山が衝突し合ったこともあって、ひやりとしたことも一度や二度ではなかった。行く手には山のような氷山、果てしもない大氷原が次から次へと現れてくる。温度はずんずん下がって氷点下23度になった。しかし私たちはアザラシの毛皮の街灯を着込み、その上船の内は煙熱で温められていたので寒さには平気だった。艦長は氷山と氷原との衝突を巧みに避けるばかりか、場合によるとその鋭い艦首で氷山を突き崩し、時にわざと氷原に乗り上げて船の重みで氷を破り、あるいは下から氷を押し砕いて進んでいった。3月18日になると船はついに山のような氷山の間へ閉じ込められてしまった。太陽はお昼ごろにほんのちょっと出るだけであったが、その時に測ってみたところでは、ここは正経51度30分、南緯67度39分のところだということが分かった。あたりは見渡す限りの氷と雪で、ところどころに氷山がすっくと立っていた。それらは7、80メートルもある針のようなものもあれば、また鏡のように輝いているのもあった。そして物音一つ聞こえない死んだような世界だった。ありとあらゆるものが、物音までもが凍りついてしまったかのようであった。ノーチラス号は氷原の真ん中で進むことも退くこともできなくなってしまったのだ。いかにエンジンを回してもピクリともしなかった。そして午後の2時ごろになると、船の周りの海面がどんどん凍り始めてきた。心配しながらそれを見ていた私は、艦長が甲板へ顔を出したのを捕まえて、艦長、とうとう閉じ込められてしまったようですね。動きが取れなくなったと思っていられるんですか。でもこの場合じゃ、難しいでしょう。季節が季節ですし。大丈夫ですよ。ノーチラス号はこんな氷原を突破するくらいわけもない話です。もっともっと先に進むつもりですよ。私は思わず艦長の毛皮の頭巾の中の顔を見直した。とにかく南極へ行くつもりですよ。南極へ？そうです。博士も行ってみたいと思われませんか？行ってみたいとは思っていますが、しかしこの氷原の中をどうやって行くのですか？何でもありませんよ。氷原の下をくぐっていくのですよ。氷原の下を？私はやっと艦長の考えていることが分かった。ノーチラス号の
驚くべき先行力を利用しようというのであろう。艦長はにっこりと笑うと、お分かりになったでしょう。この船は普通の船にはできないことができますからね。もちろん南極が陸地にあれば、そこまでこの船に乗っていくわけにはいきませんが、もし南極が海の中にあるのなら、必ず行くことができます。なるほど。凍っているのは海面だけでしょうからね。氷山の海面へ出ているのは沈んでいる部分の4分の1だそうですね。そうです。だから海面上に100メートル出ている氷山なら、海面から下に約300メートルはあるわけです。だからそれよりも深いところをくぐっていけるこの船にとっては何でもありません。でも2、3日の間空気を変えないでいられますか？平気ですよ。空気を大気層に圧搾して持っていきますから。間もなくポンプが気層へ圧搾空気を詰めている音がしてきた。そして4時になると艦員が船の周りの氷をつるはしで壊し始めた。温度は0か12度だったが風はなかった。そして船の周りの氷が壊されるとハッチが閉められすぐ海中へ沈み出した。私はコンセルと2人で広間の窓から南極海の海中を観察していた。寒暖計は少しずつ上がっていった。やがて300メートルばかりで氷山の底が見えてきた。が船はなおも沈んで724メートルの深さにまで行った。温度は0か10度、海面より2度高かった。やがて船は広々とした海中を南へ進んでいった。南極まで約2000キロあった。船の速度は30ノットぐらいだったので、この調子ならば40時間ほどで南極に着く予定だった。19日の朝、船は2、3度浮かび上がろうとしたが、いつも氷山の底にぶつかって遮られた。しかし進むにつれて氷の厚さは減っていくらしく、斜めに登っていった。そしてついに再び海面に浮かんだ様子である。南極に立つ。私は甲板に駆け上がった。そこは広々とした凍らぬ海だった。ところどころに小さい氷山や氷の塊が漂い流れているばかり。海の色は紺青色から薄い緑色に変わっていた。北の方には大氷山の群れが山脈のように見えていた。その下をこのノーチラス号がくぐり抜けてきたのであろう。艦長、ここが南極なんですか？私が続いて上がってきた艦長に聞いてみた。さあ、それはわかりませんね。正午になったら位置を測ってみましょう。でもこんなに曇った空なのに太陽が見えますかしら。と私は鉛色の空を見上げると、艦長もちょっと不安そうに、そうですな、ほんのちょっとでも顔を出してくれればいいのですがね。そう言って空を見回していた。そこから南の方10キロぐらいのところに高さが100メートルばかりの陸地が見えた。船は浅瀬や暗礁を注意しながら近づいて、岸から600メートルぐらいのところに止まった。そしてすぐボートが降ろされ、艦長と2人の艦員とコンセルとの5人が乗り込んで漕いでいった。岸に着くと、まず艦長が身軽に浜に降り立ち、続いて私とコンセルが飛び移った。その丘の土は赤みを持った砂や溶岩や軽石のようなものでできていた。そして噴火口こそ見えなかったけれど、どこともなく硫黄臭い匂いが漂っていた。そのせいか、この荒涼とした陸地の上の植物というのはほんの名ばかりで、黒い岩には苔がつき、浜辺には海藻が波に打ち上げられているきりだった。貝類やサンゴ虫は相当にいた。しかし何と言っても一番目につくのは鳥だった。空を縦横無尽に飛びかける鳥の群れ、岩の上にいっぱいに止まって私たちの方を珍しそうに見ている鳥の群れ、それらの幾百幾千の鳥の鳴き声はまるで耳がツンボになりはしまいかと思われるくらいだった。ペンギン鳥もいっぱいいた。この鳥は
丘の上を歩くときはよたよたとしているけれど、海の中へ入るとカツオのようにすばしっこく泳ぐのだ。しかも人間を知らないから、捕まえようと思えばいくらでも捕まえられるのだった。そんなことをして歩き回っているうちに11時になったが、まだ霧は晴れなかった。艦長は岩に寄りかかって空を見上げていたが、そのうちに霧が晴れるどころかますます濃くなるばかり。ついにはちらちら雪さえ降ってきてしまった。仕方がない、明日を待つんですね。艦長は静かにそう言うと先に立って帰り始めた。私たちが船に帰り着いた頃にはすっかり吹雪になってしまっていた。吹雪はその翌朝までも続いて、お昼ごろになってやっと止んだのだったが、その間に船は吹雪の中を南の方10キロぐらい海岸に沿って進んでいた。そこの海岸もやはり溶岩や焼き石や玄武岩などがゴロゴロしていた。けれどその辺は鳥ばかりでなしにアザラシの大群がいて、一つの入り江などは無数のアザラシのために埋め尽くされ、岩も水も見えないくらいだった。しかもこのアザラシたちもまだ人間などというものを見たことがないらしく、私たちが上陸してすぐそばまで行っても平気なものだった。コンセルが面白がってアザラシのそばに行って頭を撫でてやったりしているので、私はアザラシが非常に脳が発達している。おそらく人間を除いたらアザラシほどに脳髄の発達した動物はないだろう。だからこの動物はたやすく慣らすことができるので、よく仕込んだら海の猟犬になるに違いないと教えてやった。その他に足の短い、そのくせ胴の周りが7メートルぐらいもあるセイウチがのそのそ歩き回っていた。このセイウチも私たちがそばに行っても一向平気なものだった。先生、こいつは危なくありませんか？なあに、大丈夫だよ。ただこっちで何もしなければね。もし子でも取ろうもんなら、それこそ大変なことになるぜ。こいつが暴れだしたら、ボートぐらいこっぱみじんにやられちまうよ。それから4キロばかり進んで、入り江の西側にある岬のところまで来ると、岬の向こうからものすごい牛の鳴き声がしてきた。は、南極にも牛がいるんですね。コンセルがびっくりして言った。違うよ。あれはさっき見たようなセイウチだよ。セイウチが騒いでいるのさ。私たちが岬の岩山に上がってみると、足元の雪原には何千頭とも数えきれぬセイウチの大群が真っ黒になって群れ集っていた。しばらくそれを見てから私たちはすぐ引き返した。というのは正午の天息にはぜひ一緒にいたいと思ったからである。11時半になって上陸地点に着いてみると、艦長は六分儀をしっかりと手に持って北の方の水平線を一心に見つめていた。私とコンセルも黙ってそのそばに立って正午になるのを待っていた。正午になった。しかし太陽はついに顔を見せてくれなかった。またダメか。明日になっても太陽が出なかったならば、私たちは今自分たちのいる位置が果たして南極であるかどうかを測るのを諦めなければならなかった。というのは明日は3月の21日で春分である。だからその日からは太陽は水平線の下に隠れて、秋分までの6ヶ月にもわたる長い長い夜になってしまうのである。6ヶ月の昼と6ヶ月の夜、それが南極の空なのである。ほんのちょっとでも太陽が出てくれるといいのですが、最後の明日を待ちましょう。明日の正午に出た太陽がちょうど水平線から上が半分だったならば、つまり太陽が半分に切られ、上には半分だけ出たとすれば、私たちは南極にいることになるのですが、次の日の朝5時に私が甲板に出てみると、もう艦長が立って空模様を眺めていた。どうです？なんだか空が明るくなってくるように思いませんか？もしかすると今日太陽が
顔を見せてくれるかもしれませんよ。朝飯を済まして岸に上がりましょう。朝食を済ませるとすぐボートを下ろして海岸へ上がった。海岸から4キロぐらい先の方に500メートルばかりの岩山がそびえていた。海岸へ上陸したのが9時で、その頃になると空は明るくなり、海上のもやは次第に晴れてきた。艦長は元気よく岩山へ登り始めた。私たちももちろん続いていった。そしてその岩山の頂上に着いたのは11時ごろだった。山頂に立って見渡すと、足元は目もまばゆいくらいの銀世界、頭の上は拭ったような青空だった。北の方には火の玉のような太陽が浮かんでいたし、東と南には岩と氷の積み重なった果てしのない南極大陸が広がっていた。12時15分前、太陽は燦然と輝いていた。艦長は観測用の望遠鏡をしっかり持って沈みゆく太陽を睨んでいた。私は私で測時器を睨んで12時を待っていた。ちょうど12時に太陽が水平線に半分沈んでいれば、私たちは南極に立っていることになるのである。12時、私が叫んだと同時に、南極です。艦長が厳かな口調で言った。そして私にもその観測望遠鏡を渡してくれた。覗いてみると、いかにも太陽は水平線で真っ二つに切られている。艦長は私の肩に静かに手をかけると、この年3月21日ノーチラス号艦長は南極に立ってこの南極大陸を占領しました。そう言って、かねて用意してあったらしい黒い色の旗を立てた。その黒色旗には禁止で N という字が刺繍されていた。高々と立てられた黄色旗は、これから6ヶ月の長い夜になろうとする南極の風にはたはたとはためいていた。